どうもショータイムゴルフです。ですね、今回は千葉県にある太平カントリークラブかなに来ております。ですね、今日なぜ僕がオープニングをやってるかと言いますとですね、まず、前回史上最大最悪のショータイムゴルフになってしまったため、翔太さんがですね、不在の状態でのショータイムゴルフになりますんで、皆さん今日は一日お付き合いよろしくお願いいたします。この前は不甲斐なくて申し訳ありませんでした。はい、ってなわけで今回のゲストを紹介します。ゲストはいませんゲストはいません。ゲスト今日は反省の一人ラウンドということで、反省もしますけど、僕らはちゃんとゲストを、ね、僕らは付き添い人ですから、ね、見届け人として、まあまあまあ、見届け人兼ゲストで、はい、行きましょう。はい、もう恒例となりましたね。はい、竹内プロです。おはようございます。お願いします。今日は教えてください。そうですね、89回打った伊藤くんのゴルフをしっかり見届けて、ちょっとでも成長してもらえないかないろんな意味でね、俺が言えたことじゃねえけど、ね、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。久しぶりですね。こっちの方がうまいですかね。いやこっちの方がうまいし、こっちの方が遠くから来たよね。いや今日朝熱海から来たよね。朝3時でなんで、わざわざね、ちょっともうすでに来てイライラしてるんですけど、わざわざ翔太さんがいるっていうから来たのにね。翔太さん目当てと竹内テレ君目当てで来たんですけど、伊藤君はちょっとマジでいらない。うるさいよ、ほんとうるさいんだよ。同級生なんで仲いいんですけど、いいだろ。本当、お前さ、全部俺のクラブなのにさ、本当ひどいよね。本当勝也さんみたいに8万円なくしないよね、僕は。本当俺めっちゃコメントしてやったもんね、YouTube に。8万円なくしたってどういうことやっつって。俺のクラブや。はい、お願いします。てなわけでですね、今日はこの3人でお届けしてまいります。皆さんお付き合いよろしくお願いします。翔太さんは1万回再生いきゃいいんじゃないのって言ってましたね。はい、それでは今日もやっていきます。お願いします。はい、1番ホール、パー4、420ヤード。ここ短くてね、広いんで、バーディー合戦しましょうね。89打った俺が言うのもなんだけど、はーい、よろしくお願いします。また長いとカットされちゃうよ、いっぱい。ちょっと左、かぶってるかぶってる、左ラフ。なんだって？朝練習しなかったらこんなもんですよ。そうなんですよね。7時30分スタートでクラブハウス開いたのが6時40分なんでね、しょうがない。あー、サード惜しかったね、翔星。ちょっと左じゃね？右行ったの。右フェアウェイ残ったかな。どこだ？見えない。この辺らしい。大丈夫？置いてないんじゃないの？見えなかったね。うるさいよ。はい。打たない？そのインスタ練習場のやつ。そうだね。いつもあの SNS で練習してますアピールを最近し始めた伊藤くんですね。練習しないを売りにしていたにもかかわらず、最近やけにアピールしてますね。普通89打った。やっぱりね、慣れないことはするもんじゃないってやつですね。いや、危ない、危ないも何も。あー、練習しないとこんなもんじゃ。やばい、ひどい、ね、まずい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 、またまずい、まずいぞ。さあ、このゴルフが今日ワンラウンドで変わるのか。寒いな、脱ごうか。走ってください。走んの？カート乗る資格ないですね。何それ。カート道からかなりかけ離れた方向に飛んでくる。うるさい、いいよ。カート道、カート降りてから走るわ。カート降りてから走るわ。走っていってください。カート降りてから走るわ。それもやっぱ修行のうちなのね。そうそうそう、トレーニングだから、いいんだよ。QT はカート乗れないですからね。そうそうそう、やっぱ歩きのゴルフ、だから調子悪いんだよ。歩きのゴルフ慣れない、カート乗れないから。カート乗ってタバコ吸えないからさ、もう一生通らねえじゃん。通る気ないですきついよね。一生通らない。うるさいよ、うるさい。今日どっちへ行くの、パターンから。あそこピーね、翔さん、ピー。
ピーをこの前の俺の89回がピーを採用してるからピーってして、この間の1万2000のパターン違うよ、違う1万2000のパターンじゃなくて、翔星がアメリカで惚れた女が使ったやつパターンを今日使ってるから、それは入りますね、ちゃんとそれは入りますね、惚れてた女ね、惚れてた女、翔星の翔星のファーストキスの相手それもファーストキスの相手ファーストキスだよ、ファーストキス、やばこいつに喋らすと思う、いやヤードのディナセンター、さあ、日本一プレーの遅い竹内輝樹くん、長えな、ショーツさんと俺のおかげで日本一プレーが遅いで定着してますけど大丈夫ですか、どこが早いのか、1回でいいからショーツさんノーカットでやってください、これマジで早い、マジでノーカットで、ノーカットで絶対打てないだろ、早くしろよ、一回でいいからノーカットでこれを見せたいよね、みんなに、あーセンターからちょっと泥目、まあまあ、はい、ここに乗りました、ピンハイぐらいじゃないかな、ナイソン、はい、翔星2打目は何ヤードぐらいでした、159ヤード、7番アイアンで、風は左からフォローですね、フライは若干つま先下がり、左からフェードボール、ナイソン、ちょっと大きいけど、まあ、OK、もう彼は打つ価値ないので、横に出すそうなんで、こっちから取ります。はい、ナイスアウト、ナイスラフ。5番やんね、さっきの5番で出したそうですね、はい、絶対でけえやん、キャイさんすいませんな、7番やん持ってきてもらっていいですか、7番、はい、予定では5、6番持ってるから6番で打つつもりでここに出したんだけど、ちょっとでかかったから、キャディさん大変そうですね、もう今日プロ3人だからキャディさんも楽だなって思った矢先これですからね、いや今日長尺だからでかいかな、打った、うん、乗ったかも、うん、なんか長いですね、パターが長いですねこれ、大丈夫、ついてない、ついてないよ、ついてない、ついてないよ、ついてないですか今、うるさいよ、ついてないよ、もうね、短尺入んねえから長尺入んだよ久しぶりだよ、そんな言うほど入ってなくなかったけどね、はい、伊藤くん4打目です、あ、打っちゃった、れ、まあ、パターは短くても長くてもあまり変わんないみたいですね、はい、テイくんのバーディーパット、上りの何は分かりません、うん、まっすぐかな、セーター可愛いね、すごい、ナイス、ナイス、はい、翔星バーディーパット、ちょっと下りのフックですね、カップ際が結構カップ2個ぐらいみたいですね、 L 字、L 字だよ、あら最初の難しいパター持ってきましたね、いい感じ、あやっぱ結構切れるか、やっぱさ、そんなファーストキスの相手追っかけてるからパター入んないんじゃないの、入るから、入らない人はやっぱうるさいですね、3メートルも長いパター持ってる人にとやかく言われたくないですけど、自分でライン読んでください、今日は修行ですから、自分で読む練習してください、この前の
ペちゃんがいなかった。すぐ人のせいにするからな。うん、あー切れない。いつかダボなんで、オッケー。あ、プレイ進行上 OK を出しましょう。はい、調整パーパット上りスライス。うん、いいストローク、ナイスパー。てなわけなんですけど、今日の勝負何すんの？あ、そうだったね。今日3対、あ、1対1でいい？ガチンコですか？ガチンコで、はい、2対1じゃなくていいの？2対 1？ 誰？俺と翔成対テレキ君。翔成対テレキ君、俺。いや、おかしいおかしいおかしい、うん、無理、絶対無理。それでもありし、修行でしょ？1対1対1、1対1対1、ね、修行でしょ、修行だからね。はい、乗ってください。はい、乗ってください。今日はこれ大好きだから、翔さん、翔さんね、パチパチってこと全部切って。いや、大事だから、自分の都合の悪いとこ全部切ってから。いやいやいや、しょうがないからさ、もう、主だから。しょうがない、主ね、主だから、主。俺、いろんな意味で、なんかよくわかんないけど、ショータイムゴルフでいいように使われてるから、ね、あれ、批判ですか？ちょっとお金欲しいよね。批判ですか？ちょっとお金欲しい、ね、絶対編集されるんだ。だいぶ下がね、ウェッティーだから。そう、今日ちょっと先打ちてる、きついね。朝すごい雨が降ってびっちょびちょなので、なんか今日出ませんね。ここの池なら飛び込んでもいいな。2番の353のパー4です。ナイス。マジむずい。あ、ここですね。取れた、取れました。左のフェアウェイ、はい、はい、ちょっと高めの球でね、うん、全然思えなかった。YouTube 出るんで、あっちから見てくださいよ。え、なんて検索してるの？ショータイムゴルフって調べたら出てきますから。でみんなでやってるんですけど、ちょっとさん、しっかり宣伝してますよ。やってるんですけどね、そう、言っといてください。みんなにチャンネル登録と高評価お願いしますって。誰かも俺に感謝してくれる？俺がクラブ作ってるんだから。あっちゃ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 。二人してかぶってこないで。マンカぶりしたよ。だからその辺も今日は反省してもらいたいところですね。伊藤くん、俺に感謝って気持ちじゃないの？二人のクラブ俺が作ってるんだからね。文句が多いな。いや、そんなこと言ってますね。まあまあ左ラフ止まりました。さっきの反省。イエイ。なんで？自称天、自称、ああ言えなかった。自称天才だから。自称天才。うん、天才でしょ俺。ある意味。達也さんと俺天才だから。達ちゃんと俺はもうちょっと天才気質だから。なんだよ。無駄な身体能力アピール。身体能力ないよ俺。今すぐこの目の前の池に飛び込んでほしいぐらい。今日は熱海から来た感想遠いです、はい、朝3時起きで、はい、僕運転苦手なんで、はい、途中何回か声がちっちゃい、声が途中何回か事故りそうになりました。あ、そう、事故っちゃえばよかったじゃない。死ねよ。テリック君、朝元気ないけど大丈夫？大丈夫か？大丈夫？そうですか。はい、伊藤くんにダメ107-5-5-2、うん、5-2ね。ちょっとさ、体動かないんだよね、まだ。ちょっと風見いかがです。おー、ナイス。ナイス。あー。やっぱ俺のサンバすげーな。はい。やっぱさ、日本で一番練習しないと溝なくならないのよ。はい、竹内プロ。大体同じぐらいの距離。105ヤードね。105ヤードピッチングで打ってるプロゴルファーってどうなんですかね。まあゴルフは飛距離じゃないから。間違いない。89打ったから俺。そうだよ。
右、あーショートショットショート。でもさ、じゃあ今日めっちゃ濡れてるからさ、下それにしちゃてるくん飛んでるよね。初戦100ヤード思いっきしかじゃあドロップしてもいいよ。いいの56度。なんかしないけどドロップしないらしいです。はーい、めっちゃ土だな。ショート残念、バックスピンして手前、全員手前ですね。僕のピンの横ぐらいキャリーしたのにな。はい、初戦いくよ。ボロかかってやる気なくなっちゃった。今日はですね、キャディーさんがね、ね、ウェッティーだから滅しなくていいよって言われたんでしません。一応ちゃんと報告しときます。そうですね、うん、今日はウェッティだからコース的に埋め土してほしくないらしいです。はい、翔成、はい、久しぶりだねラウンドね。伊藤くんのなんか伊藤くん下手になったね。うるせえよ本当にね。うるせえよ、本当うまかったね。いや本当は伊藤くん本当うまいんですよ。アプローチとか俺教えてもらってるんですけど。でもなんかドライバーまた下手になった、ね、うん、うるさい。ドライバー教えたのにね、この前までチーピーしか打ってなかったからね、翔成にね。俺直ったら伊藤くんがもっと悪くなる。そう、最近練習してないから俺。いや練習してるやん、めっちゃ練習してない。練習してないから。めっちゃ練習してるよ。はいはい、竹内プロ58でいきます。3段目低めのチュチュチュっていうやつって言っといてのポッコンだと思いますけど、まあ行きましょう。ほらポッコンだ、ポッコン、ナイス。なってないでしょ、どうやっても。ポッコンだから、自意識過剰もいいとこよ。俺には聞こえたけどな。物は言いようなかった。あ、翔成ここだった。でも翔成さんいないとやべえな、俺ら超自由に撮ってるけど大丈夫か。56度。チュチュチュって感じって言っといて、こいつもちゃっくり病なんで多分ポッコンです。あーちょっとうまく打ったね。うん、薄めに打った。まあまあナイス。ライン聞いちゃダメだから今日自分で読んで。メイクなんだっけ、なんつったんだっけ、ロースネークって言ったんですよ。はい。はい、ですよ、抜いちゃって。自分でちゃんと読んでください。読んでるよ。ケイさん聞いちゃダメです。もうね、知ってる世の中の定則、使えるものは活用するんだよ。そういう問題じゃない。だって引っ掛けた、動いてないから。はい、井上プロ、翔成くんパーパット、ちょっと吹くかな。ファーストキスパターだから入るよ。デーンって、あの変な音流れてる、変な音、変な音流れてる、変な音。はい、ナイスボギー。変な音流れてるよ、ショータイムゴルフの変な音。はい、竹内プロのパーパット、まっすぐ、ナイスパー。伊藤くんのちゃんとパーパットよ、これ。あ、パーパットか、これボギーだと思ってた。ふざけんな、マジで。ちょっとスライスのね、ナイスパー。これがね、朝食だと入るの。らしいです。なんかでもこっちから見ると本当に触れてるようにしか見えないんですけど、胸に。ついてるからね。絶対ついてるよ、ね、ちゃんとルールブック読んでね。またこれ最初ついてなくていいのね。ちゃんと説明しますよ、これ、うん、ちゃんと最初ついてなくていいの、うんうんうん、で、バックスイングから指導が始まったら、うん、当たってもいいの、ルール。なるほど。だからギリギリに構えてるプレイヤーが多い。だからランガーとかも結構ギリギリで構えておいて、もう枠線が上がったらほぼついてるね。ああ、なるほどね。それは OK なんだよ、ルール上。らしいです、ね、OK らしいです、うん、だけど俺は絶対ついてないよ。それだけは言っとく。半袖になってよくわかるよ。じゃあ半袖になってよ。やだ、寒いもん。
寒いよ今日。今日ね寒いね。今日10度ちょっとしかないよね。寒いの寒いの。熱海あったかかったからさ。熱海ね、うん、暑い海と書いて熱海ね。そう、今度はぜひ静岡でやってください。あー、ショートさんに言って遠いとこ来ねえからマジで。いや、変わんないでしょ。またカットされるよこれ、ショートさんの悪口。ショートさんの悪口カットだ。ショートさんの悪口、俺とかあのテイ君言ってないから。カットカット。伊藤君しか言ってないから。ちょきちょきってされる、ちょきちょきって。伊藤君って切って貼って、切って貼ってって。544ヤードの3番のロングです。左、右、右、木の右、木の右、この辺か、この辺です。ロセより先打てるよ伊藤くん。はい、ティーショットですね。フェーダーだから右からティーアップするの。フェード打ちたいんだけど最近フェードしないの。そうなんだ。まっすぐ、グラフぐらい。やばい、下手やな今の。やばいな。ショータイムゴルフ営業本部長もいないよ今日。浅野克也だから皆さん、水曜行ってあげてください。水曜餃子美味しいよ。それもういいから早く打ってよ。それやんないと打てない。ルーティーン、ルーティーンらしい。ナイス、いい球、いい球だね。フェンスの上で滑らせた方がいいよなんて俺教えなきゃよかったよ。この子怖くないけど。テルク君飛ぶようになったね。ちょっとトレーニング効いてるね。僕のインスタグラムを見ていただければね、あのいっぱい載ってるんですけどね、テルク君とのトレーニング。はい、何ヤード ?265 ぐらいクリックです。超低い球、あの木の右抜けて前行ったかな、あの辺。まあまあ、ナイスショ。262、3番ウッドですかね。風はフォローです。まっすぐいいショット。ちょっと見て、ナイスオン。テルヒ君と違って飛ぶからね。ノーコメントで。小生はクリックで261、あ、248やろ。248クリック。何それ、くるくる回したの。回した、立てた、飛ばないから。入れ直したけどシャフト、本当俺の後方から勝手にヘッドも結んできやがって。左からフェード、おお、あ、いいところ、うん、エッジぐらいかな。しゃあ、イーグルチャンス。俺のクリークのおかげやな。これ伊藤くんの工房からパクりました。クリークです。俺の工房からパクってことしかしない。でももうほら、どうせ伊藤くん使わないの で、ね、お金あるからね。もうクラブ腐るほど置いてあるから。腐るほど置いてあるから。このヘッドもなんか多分あともう2個ぐらいあった。あるね、あるね。欲しい方はコメント欄で。欲しい方は伊藤翔吾までご連絡を。インスタグラムのダイレクトメッセージで。抽選会やってくれたら送りますよ。抽選企画やってくれたら送りますよ。はい、もらえるものはもらってきましょう。さっきもミスったからな。ピッチングですか。うん、テイ君ピッチングで116ヤード。あ、ケンさん、パターだけ大丈夫です、取ってる。ちょっと風フォローですね、左からの。いいんじゃない。ナイス、ナイス、
ナイスです。さすがステイキ君、ゴルフうまいね。ありがとうございます。こんな褒めていただけるなんて。なんか89のやつなんか言ってますね。ゴルフうまいっすね先輩。ありがとうございます。中学の時の直属の先輩なんですけど。先輩と思ってない。絶対思ってない。あの子絶対思ってないですね。いや、正確に言うと勝也さんの方が先輩だと思ってない。まあもう僕もね、後輩として認知してないです。たまたま家が近かった人って。もう朝からあれですよね。もう男としては。男としては否定されてるからね。そう。しょうがない。それ絶対もう絶対カットだ。あてくんもうオッケーバーディーです。見えない最低だね本当。なんかやってるけど、なんかやってるね。だから先輩だと思わない。カップの位置どこだかわかんないんだけど。いや、そっから登ってんだって。またショート。調整イーグルパット。上り。カップギアはスライスですかね。そんなには切れなさそうですよね。しっかり打った。お、あ、切れない、やっぱり。最後ちょっと切れ、まあ強かったのかな。すぐなの？自分でライン読んでくださいって。フックでしょ？自分でラインを読んで。バーディパット。上りフック。うん、ナイス。ナイスバーディー。イエーイ。やっぱ長尺だと入るね。下りフック。翔星もバーディーパットです。結構デリケートなラインですね。弱いと結構切れそう。真面目だね。え、ナイスバーディー。これ打った、OK。ナイス。ファーストキッカーいいでしょ。アプレ。あ、意外にさ、ちゃっかり先輩はアンダーじゃね。そう、ちゃっかりはアンダーだよね。ちゃっかり。先輩だから。先輩だから、しょうがないですよ。ほっとこ。あのセーター可愛いよね。可愛い。東京タワー。女の子に選んでもらったんですよ。これ東京タワーじゃないんじゃない。女の子に、フランスだと思うよ。あれじゃないの、フランスパリのエッフェル塔ですかね。エッフェル塔だ。エッフェル塔、言えなかった。女の子に選んでもらったの。それこれはしっかり母親に選んでもらいました。一応女性だった。女性です。テルママ怖いからね、ほんと。僕の、テルママのことなんてこの動画で言ったらマジで。は、何言ってんの。母親見てるんで。え、見てる。やばい。ノーコメント。ちょっと測れ。この動画、いい動画なんで、いいと思った人は、高評価と、チャンネル登録を、お願いします。お願いします。また。またね。